ちなみにエントリーネームどうなってんのこれ。どう叩く髪あるわ。The wheel of fate is turning。プレイヤースキルが R1 ですね。確かに。はい、セツピー側。正規ドロハドは数枠で発動となります。行きます。ダッシュ。どうだまだよ。こちらで行きます。ダッシュ。それ画面派生動画撮る。今後ミス。さあ五台ゲランが通って。八ミーは空中ガード取るのね。どこ？ロボロスを避けるが二が光る。八ミーから。これが JB から放水切れ。中断最後放電線。ここは。しっかり打っているぞ。高い長いコンボが入る。そして3シーズン枠が始まって222から。さて俺は前のランバトの動画で狭間強いって言ったらこの実況火力しか見てないワロタって書かれたんですけど、はい、まあいいや、とりあえずその話を置いといて、さて構えてはいたがサマーが出せなかったが、BB プレイヤーじゃなくてよく見たら BB プレイプレプレプレイヤー R1 になってますね。そういうツッコミだったんでしょう。ジャーッキーが1頭画面走るので、さあこうかな。ここはゲラン我慢にゲランをガロン。ゲランがヒット。ザーコーまで入って、待て、狭間にさある安い方6299金馬直下。しかし5番に対してはツバキのダッシュバンが発生がちしている。コンボとしてバスを空振って立ち上げの後の立ち上げ空振って、さあローテンセン。ツバキ注意。さてでは行きましょう。時報対先方。時報出てきたのはケータの誠なのや。対する 2P 側は先方赤道。はい、エントリーネームは無法松になったんで、さあ男無法松が無理を通すことができるんでしょうが、無理を通す組み合わせもねえけど、さて S が無事があった。ステップ残影がこれは万全な強み。ゲランは飛んでるやんか。ここまでがワンセット。集団空中くらいだったな。全部入って、さてこの組み合わせスライドしたかった。スライドじゃなくしたかった。なるほど。はい、一本選手は正規に乗るはずは。ノーアド補正がかかっている。受け身取って裏回り、とりあえず位置を入れ替える。石井体育の周りを走っているが、ここで裏殺しにしっかり読んでいる。 3C をぶち当て、カッパだな。1つ目は中断かっている。2回目の中断、これはちょっとしんどかったな。とりあえず体力差開いてからジャヨク回そうみたいな感じです。さてというわけでジャヨク出動でございます。さて狭間で構成は減らない方ですからね。さてワーショップさん、バーッてガード、とりあえず飛んで、ここまではカードが間に合っているが、誠の体力は 100%。 しかしここはしっかり殺しきれ。ケータマゴトが1本取り返し、 JJ はアストアゴム4本目。くだけどいいと。さて高い拾いが飛び出す。
ットが相当の余力を面倒するから中断。割り合ったというこれ画面足を出す。しかし体力差リードしているのはデータの誠だが、これダッシュバン対抗飛び出してジャンシーからのダッシュバースト一瞬4丸クロースがいいと。さてこうを見せ中断、中断から高天神、ここでデータも最後のバーストをしよう。ビートウロボロス下をくぐっている。クタクヒットカッパがヒット、さあしっかり殺してる。勝利したのはデータの誠。マカートウェン、では行きましょう。時報戦ですね。 1P 側がデータの誠、2P 側がまさしのバルゲンハイン。リボー1、アクション。誠対バルゲン、神経はどうしてありますか。まず、防火力中の全身をリエージで冷静に止めて、先手を取ったのはデータの誠。ディランクしている、中ランが通る。下に走れ、ランスを先に引っ掛けているのはデータの誠。全然勝って、さてケータはノリノリ。これは決まるか。コロスケ、さて先制したのはケータの誠。お互い一発何かを入れる機会を伺っているところですけど、まずこのラウンドを先制取ったのはまさしのバルゲン。そしてケアはマリア。ここは暴れ潰しですね。クラゲンショースター、ノクシー入れて、ここはケイリッケフルークまで入れてから正常に乗せて2億上がり5番入れ、パッチフル回避。カッピータイク空振るが、空振っても存在がないのはまだ強いところ。しかしジャンプしたところに 2A が置いてある。全然通せ、低い投げ、画面走り先行して飛んで低い投げ、中投げ2回通して1つ目のバートを使ったマサシ。これは人間状態に戻ってる途中でしたね。ガードが間に合う。最後は人間戻って3秒、これで 1-1。 しかしバーストをリードしているのはケータの誠。開幕オオカミの走ってたチビが何かの通常を潰しましたね。先制取ったのはマサシ。6シーンに金馬を当てる青ビートだが、やります。裏回り、これはちょっと美味しいというか、今後は続かないが画面走る位置がまたもう入れ替わる。立ち見に対して飛びを通してデータがハーシコンを決める。アパーッ、やります。後転狩り、もうこれマサシバルゲン最後のバーストツアッパーに対してジャンシーがヒットして暴れ潰しからのコマ投げが決まり、マコトがバーストが1個残っている。カウンターされるととりあえず一旦距離を取ってボール、そして真っ白がヒット、ここは気をつけて。さてケータも最後のバーストをしろ。尻尾はガロスで暴れないが中断通る。ラッピアして画面下に到達、ゲージあるぞ。アッパーまで決めて最後はミスライン、勝利したらゲータの誠、はい、倒っていきます。まあすでにカインじゃねえぞ、バーチカルじゃねえぞ。コメントでお互い煽ってますが、はい、 B 筐体はボタントラブルかな。はい、ちょっとお待ちください。では A 筐体見ていきましょう。アク
心。開幕は、まあ、チームメイトということもあって普段よくやっているということもあってアキラ君には勝ってほしいところですが、開幕どうしたのアキラ、投げを選択して気力を継続させる。6、6で投げを通して 2B コールダーもしっかりしている。ちょっと緊張してるのがミスってしまってだがダメージは十分。マコト側も磁力がついてしまって、ちょっとめぐついたアステラドビジョンかな。じっくりじっくり、今の6つが何だったんでしょうか。2名かと思いますが、ここで1ピンチになってしまって、さあ、はい、ブレボビーの空振りに防衛差し込んで、さしていたカウントナイトラペッド総力で出なかったか。中央立っている、ドライバー通した、これがアキラの真骨頂。防衛暴れはしっかり倒して下段崩れてしまったが、ラビキャンしてバーストは使ってしまったが、一本選手はアキラ。この程度か。リボー2アクション。防衛で3人で中段崩れてしまって、さあ手加減一気に画面端まで連行。バックステップで A ドライバーで割り込んだコースしたんでしょうか。しかしこれは2位の2回がいいというかね。画面端で4回ラジャー通してしまって、これは完走すればできない。投げ通してバーチカル、これはミスってしまった。避けられない。惜しい。さあ当たれば勝ちというような認識をぶっ放しましたが、ここはしっかりとバランスを取って、1-1リード3アクション。ボディ避けられない。さあ、マコトの畳に対して手側が我慢我慢。ボディいったら、これは崩れてしまった。これ惜しい。そして投げて、ケータさんが勝利ぶっ放してしまって、いい試合でしっかりベイクラを取る。最大コンボ決めて、ダメは GP。 SP ドライバーを通した。ここで使わせて、さあケイタさんは虫の息、さあ勝ってしまった。これでバースト2個目、バーストもない、体力もない。ボディボディ家越して、とりあえず画面端に連れて行きたかったが中段崩れて、マコトのターンが始まる。さあバースト使って超電磁スパーク、ここでお願いマグナティックホイール。